バブルガムフェローとは、日本の競争馬である。主な勝倉は、朝日杯3歳、ステークス、天皇賞。1995年 JRA 賞最優秀3歳母馬。引退後は、種母馬となっていた。名前の由来は、風船ガムを噛むやつを英訳したもの。バレーは、旧表記美穂、藤沢和夫級者に入級した、バブルガムフェローは1995年10月。 東京でデビューした。デビュー戦こそ3着に敗れたが、2戦目で、あっさりと勝ち上がった。その後、府中3歳ステークスも勝った、バブルガムフェローは、朝日杯3歳ステークスに挑んだ。この朝日杯で一番人気に押された、バブルガムフェローは、最後の直線で先に抜け出した英星外門を捉えて、優勝、3連勝で GI 初制覇を果たした。 この朝日坂月の勝利が決め手となり、バブルガムフェローはこの年、JRA 賞最優秀3歳ボバに選ばれている。翌1996年、クラシックの主役として、ダンスインザダークと共に期待されていたバブルガムフェローは、初戦のサツキ賞トライアルのスプリングステークスで一番人気に応えて解消した。しかし、サツキ賞の一周前に、右後ろ足を骨折してしまい、 春のクラシックである、サツキ賞と日本ダービーを断念することとなった。骨折は全治6ヶ月と診断されていたが、予想以上に回復が早く、バブルガムフェローは夏に帰球し、秋に備えた。秋になると、バブルガムフェローは、距離適性を考慮して、菊花賞ではなく、秋の天皇賞を目指すことになり、天皇賞の前哨戦に当たる毎日をんで、復帰した。 毎日オカンで小バ相手に三着と前線したバブルガムフェローは秋の天皇賞でマヤノトップガン、サクラローレル、マーベラスサンデーの三強に挑むことになった。しかし、主戦の岡部幸男がブリーダーズカップクラシックに出走する大気ブリザードに起乗するためにカナダへ遠征することになり、起乗できなくなった。そのため、この秋の天皇賞ではエビナマッサヨシが起乗することになった。 レースでは、バブルガムフェローは4コーナー3番手から直線鋭く伸び、追ってきた3強を抑えて優勝した。秋の天皇賞を4歳馬として制したのは、JRA では史上初の快挙だった。また、安城の海老名もこの天皇賞での勝利が、JRA での GI 初勝利であった。天皇賞後、バブルガムフェローは安城を岡部に戻して、 ジャパンカップに出走したが、走る気を全く起こさずに13着と大敗し、この年を終えている。このジャパンカップ時の関係者の落胆ぶりは相当な、もので、起乗した岡部は、壊れたのではないですかという記者の質問に対し、壊れたのは、馬の頭だよと述べている。翌1997年、休養から帰ってきた、バブルガムフェローは、ナルオ記念を解消し、 宝塚記念に出走した。宝塚記念では岡部が大気ブリザードに騎乗するため、安城は海老名に戻っている。レースではゴール前でマーベラスサンデーに豪快に差し切られ、2着に敗れた。秋に入り、安城を岡部に戻して、毎日王冠を解消したバブルガムフェローは、連覇を狙って、秋の天皇賞に出走した。対抗馬と目されていた。 サクラローレルとマヤのトップガンは故障で、すでに引退。マーベラスサンデーも骨折で休養中。バブルガムフェローと同い年のロイヤルタッチは、故障明け初戦。ジェニューンはすでに前奏で破っていることから、秋の天皇賞連覇は、濃厚と見られていた。バブルガムフェローは1.5倍の、断然の一番人気に押された。しかし、レースでは、エアグルーブとの壮絶な、叩き合いの末に、首させり負けて、 二着に敗れた。安城の岡部は、レース後に、馬が前を行くサイレンス鈴鹿を早めに捕まえようとしてしまったと投げた。天皇賞後、バブルガムフェローは、ジャパンカップに出走したが、ピルソドスキー、エアグルーブに及ばず三着に終わった。このジャパンカップを最後にバブルガムフェローは現役を引退し、守護場入りした。引退後は2003年までは、 ヤシロダイスタリオンステーションにてつなぎをされ、2004年からはブリーダーズスタリオンステーションにてつなぎをされていた。また、オーストラリアにもシャトルシュボバとして行っており、重症場も複数排出している。1999年から2005年までは、日本国内だけでも毎年150頭以上の繁殖品馬を集めた。 リーディングサヤーランキングの最高位は2004年の9位。2010年4月26日午後8時40分、共用先の北海道猿群日高町のブリーダーズスタディオンステーションで肺炎のため死亡した。2015年2月18日現在。ありがとうございます。